はい、どうも、イズログです。はい、今日はっていうか、今回はだね、2020、僕が働いた、ついてない職場第1位、2020年初っ端の、妙高のスキー場のリゾバっすね。で、会ったことっていうのは、あそこまで露骨にやる？タイムカードの改ざんって、露骨にやる？あんなに。でちょっとね、今思い出しただけでも露骨すぎて笑っちゃったんだけど、で、これに関しては、なんで1位なのかから、言わせてください。結論から言うと、前、今年のワースト2位の長野のムカつく農業法人は、俺の身に直接降りかかったことなんで、自分ごとです。で、3位の、山形のトマトのバイトは直接的にまあ他人事っす。でも単純に人にああいうことを言うのが許せない。熱中症で倒れちゃって、その次の日出勤できなくて、で出勤できない人を歯医者と言って、出勤してきた人を勝者っていう、あの神経がムカついたから言っただけです。で、2位の長野県の農業法人は自分ごとなんで、がっつりムカついたから2位にしました。で、1位は結論から言えば他人ごとです。そのタイムカードの改ざんされたのは別の、同じね、派遣の会社で来た子です。でも、青臭い正義感っていうのかな。で、その子はまだ二十歳前の子で、未成年の子だったわけよ。で、リフト、スキー場のリフトだったんだけど、出勤してたのは7時半なのさ。まあ、リフトって立ち上げしなくちゃいけないんよ。お客さんを乗せるのにね。なので、そのリフトを立ち上げて、7時半から降り場と乗り場をね、雪をせっせせっせ入れて、スキーとかボードで滑って乗れるように、乗る場所を整えるんだけど、それを7時半からやって、8時から、営業開始っていう風になって、まあお客さん乗っけていい状態を、まあ7時半から8時までの30分で作るっていうことをやってたのさ。だからもちろん出勤っていうか始業は7時半でいいじゃん。ね。でも、なんかね、タイムカード提出の締め日に提出したら、その作動係長が、いやでも君8時からの仕事の指示しかしてないから、これ7時半はないよって言われて、これ8時にしてって言われたからね、言われたんだって。で、でもその直したカード俺も見たもん。無理くり直されたタイムカードね。それさ、俺まあ、たまたま配属されたリフトが違うから、そういう目にはなってなかったけど、もし俺があそこになってたら、多分俺の身にも降りかかったであろうことだし、で、1位にしてした理由というのは、やっぱり青臭い正義感なわけさ。だって他人事だもん。でも、ね、二十歳よりも年の下の子が黙って、じゃあ7時半に、立ち上げするから来いよって、言われてるのさ、そこのリフトの運転長っていう、まあリフトごとにね、一番頭がいるんだけど、そいつに言われてるし、初日はその子は素直にね、リゾートバイトの労働条件明示書通り、8時から5時だから8時に出勤したんだよ。でも8時に出勤したら、お前遅えよってめちゃくちゃに怒られたんだって。でもさ、7時半からやれって言われてさ、でも8時からでいいよっていう指示をしてるから、7時半は
からはダメだから書き直せっていうのはおかしいじゃん。だって働かせてるんだから。で、その働いてるところをそいつ、じゃあ見に行けばいいじゃんって話だよね。だって7時半。っていうことは、8時から立ち上げだから、8時半営業開始のはずなんよ、タイムスケジュール的に。だから、あの妙子のスケジュールの営業開始時間が書かれてないよね、ホームページとかも。だからちょっとおかしいとこだったけども、まあ、おかしいとこでしたね。で、まあ、これが、タイムカードの改ざんが1位です。で、これは、なんで1位かって言ったら、うん。やっぱりそういう、ちゃんと素直に従った子、しかも20歳以下の子に対して、そういう、ね、大人が守らなくちゃいけない。だって、労働基準法上、労働時間じゃん、始業じゃん。そういうものを守らない、っていうのを平気でやってる連中っていうところが許せなかったから1位ですね。だから青臭い他人事に対して、まあ、まあ俺は36のおっちゃんだけれども、36のおっちゃんが他人事に対してちょっと首突っ込んでるよっていうだけの理由で1位にしました。まあ何が許せなかったことを言えば、それを平気で裏切る大人っていうか、まあジジイだよね。大人とかじゃなくてね、いい年を通り越しすぎた。だからそこがね、気に入らなさすぎるっていう、ムカつきすぎた。から、まあ1位にしました。で、まあまだまだ1位の理由っていうのはあって、俺がいたリフトは一番山のてっぺんだけど、客がさ、乗ってるんだよ、リフトをね、営業時間だから。で、その最中にね、ゴミ燃やすんだよ。リフトの折り場の下で。バカか、こう。しかもそいつ、係長っていうか、運転長だからさ、どうもこうもならないんだよ、バカだから。でさ、ちょっとゴミを燃やして煙出ちゃうとさ、臭いって言われるしさ。当たり前じゃんね。知らない。で、なんかそれ、やめろって言ったけど、やめないしさ。で、それ言われたらどうすんのって言ったら、受け止めてって言われたからさ、知るかって話だよね。やめろって言ったのにやめねえもん、そいつ。うん。あともう、その運転長も運転長で、頭悪くて、なんかね、経験し、俺は結構リフトは何回もやってるから、まあそれなりにはわかるけど、立ち上げとかその、始業点検はやらないんよ。やったことないからわかんないし。だから別に何回もやってるからわかるんじゃねえのかよ、みたいな感じで言われてた。うん。でもむしろ、何年いてお前そのざまなんだよっていう運転長だったよね。だからそこら辺のなんかヘベレケな体質っていうかね、派遣くんになんか依存しているくせしてなんかでかい口面態度っていうのは許せなかった。から1位かな。で、あともう一人許せなかったのがね、リフト係ってさ、寝ちゃいけないんだ。あの、スキーリフトをやる人だったらわかると思う。まあ、過去リフトやってきて寝たやつって全員クビになってるからさ。うん。目の前で見てるからクビになったやつ。寝たやつは絶対クビだからさ。安全教育情報だっけ？安全なんとかっていうのがあるんだけどね。でもね、なんか、まあ、スキーシーズンじゃない時は農家やってて、スキーシーズンの時だけ、まあ、雪が積もって作物作れないから、スキー場でバイトやって、夜もまたどっか飲み屋かなんかでバイトしてるっていうなんかね、50代くらいのおっさんがいたんだけどさ、そいつ寝るんだよ。普通に。じゃあ俺は寝るから見とけよ、みたいな感じで。ちょっとこいつもね、頭引っ叩こうかと思ったもん。だってそいつ、悠々自適に派遣くんに働かせてさ、給料泥棒してるんだぜ。それがね、頭にきてしゃあなかった。本当に。異常だよね。いろいろ異常でした、あそこは。で、しまいにはその、居眠りぶっこいてるおっさんさ。まあ、あそこは外国人が来るとこだったんだけど、日本人なんか来なくていいんだとかね、わけのわからんこと言うよ。偉そうに。で、なんかそういうインバウンドしてくれるからとかさ、横文字使うんだよね。消費をしてくれるんだけど、本当の意味わかってるかどうかちょっとわかんないけど、だからその、外国人が来てくれるから日本人なんか来なくていいんだって豪語してたんよ。2020年の12月から3月までにかけては。
でも、いかんせん今コロナじゃん。まあ、正直ね、ざまあ見ろっていうのはある。だって、日本人は確かに来てくれないよ。仕事あるもん。でも、消費をしてくれる外国人っていう、まあ、そこの固いベースがあって、そのベースの上に、週1回はリピートをしてくれる日本人、週2は、週2か、結構来るね。週2は、まあ、シーズン券で来てくれる日本人、もしくは月に4回、ね、不定期の変形労働制で働いてる日本人が、それでも好きだから、ね、妙子のあそこ好きだからって言って来てくれる人たちが、その外国人のベースの上に上乗せ上乗せっていう風にね、来てくれてたらさ、リピートの回数が少なかったとしても、売り上げって増えるじゃん。でしょ？だから、そういう人たちを、お前下手くそだから来るなってね、バンバン言うんだ、その親父ね、寝てるくせに。で、しかもてめえスキーやろうともできない、ボードもスキーもね、やろうとも考えないし、もちろんできないくせにね。だから、そういうなんか、リフト係がいるっていうのは衝撃的だったし、まあ今は外国人が来なくなって、まあヒーヒーゼーゼー言ってて、ほくそ笑んでる気分ではあります、私。でもまあそれ以上に、まあ自分ごとにもまあ嫌なことはあったけど、それ以上に、ね、二十歳未満の子に対して労働基準法を簡単に裏切ってタイムカードを改ざんしてる大人がいる、ジジイだよね、しかも。がいるっていうのがすげえムカつきました。まあ過去ね、昔グッドウィルの天引きが騒がれてた時代に僕は新卒で、そのグッドウィルの子会社のコムスンっていう介護の会社に入ったんだけど、そこで給料の未払いとかっていうのは、されてるので、まあその後群馬の、キャンプ場でもね、5日間試用期間で働いて辞めたけど、まあその時ね、タイムカードを切った後もなんか社長から電話が来てたんよね。あれやってくんね、これやってくんね、つって。でも仕事を覚えてほしいからやってるんだよねって言われて、でもその仕事を覚えてほしいんだったらタイムカードを切った後に指図をするな、つってやめたんだけど。やっぱりそういうものが僕のトラウマとしてあるので、そういうところを結構攻撃しますね、僕は。やっぱりその10代、ね、二十歳以下の子に対してそういう世間を見しちゃいけないよね。うん。だから本当にね、クソな連中だなと思ったから、もう行かないです。僕はね、あそこには。なので、2020私が体験した、まあブラックでクソな職場第1位は、リゾートバイト、妙高のとあるスキー場でした。タイムカード改ざんはね、ダメだよ。本当に。本当ダメだって。はい。だからタイムカード改ざんは殴っていいからね。じゃ、お疲れした。